はい、官僚系ですね、シリーズ、うん、耳がを食べたいという話で終わりましたけど、食べたくない沖縄の人、美味しい耳があったら教えてくださいじゃあ次は Never ですね、うん、で、質問の時は Have you ever、うん、したことありますか、うん、Ever で、否定の時は Never ですね、うん、Ever は Never になります。 I have never been seen him beforeSeen は See, Saw, Seen の3つ目なんで、うん、会うとか見るとかそんな感じですね、うん、そうですね、会ったことない、うん、そうですね、見たことない、1回もしたことない、うん、彼に1回も会ったことない、うん、その感じね、うん、そうですね。で次、My sister has never been to Japan、うん、My sister has never been to Japan、うん、デビットなんかでもあるでしょ。ああ、2回あるだから。これは私じゃないです。はい、これは例文です。例文なんで。私、ある時は、My sister has been to Japan。うん、そうですね。Never を取ればいいです。うん、質問だったら、Has your sister ever been to Japan?、うん、で、Yes。うん。1回。うん。1回は、Once。Once、うん。2回は、Twice。Twice。うん。No だったら、うん、No, never とか、no, never. My sister has never been to Japan、no, 一回見たことないですね、うん、They have never been outside Japan、うん、これも例えば、うん、あ、でもうちの両親ありますね、ハワイ何回か行ってるんで、でもない人は、うん、例えば They have never been outside Japan、うん、日本の外行ったことない、そうですね。でこれも、うん、They have never gone outside Japan。ちょっとおかしいです。うん、だから been。gone じゃなくて been に、うん、そういう時は、うん、あ、うちの、おばあちゃんとか、おじいちゃん、おばあちゃんはそうですね。おじいちゃん、おばあちゃん。My grandparents、うん、have never been outside Japan。うん、outside 九州かもしれない。お、すごい。東京行ったことない。東京来たことないですね。あ、おじいちゃんはあるのかな、おばあちゃんないですね。うん、すごいでしょ、すごいです、うん、ちょっとクレバって言うんですけどね、うん、ちょっとあの、まあ、ちょっと怖がってますからまた無理やり連れてこようかちょっとショックかもしれない。もういくつですか、85ぐらいなのかな、覚えてないちょっと連れてきても分かんなくなりしてそんなことないですよ、うん、なので、まあ、機会があったら連れてきたいと思いますよね、はい、次はあ、またまだ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 官僚系、官僚系大事なんですよ、うん、実際なんで、しっかりやっていきましょう、うん、はい、じゃあ次よろしくお願いします。よろしくお願いします。